今回はボザロ最新話を読んだみんなの反応をまとめてみました。やっぱり山田と酒粕いたら問題しか起きねえな。山田とヒロイの扱いが残党すぎる。ひたままも北ちゃんと似て大概暴走機関車だな。散々言われてた山田がやべえってところに本当に触れていくのか。陽先輩は何もしない方がいいのでは。手ぼっちちゃんにしては辛辣すぎて笑う。しかもそう言われるのに納得しかない状況だからな。ミーハーなのはお父さんにか。父親のミーハーさと母親の思い込みの激しさと謎行動力を引き継いだ女。何かいいところも引き継いでくれよ。ルックス、ここんとこ店長が本当に頼れる大人しててかっこいいな。その頼れる大人をしてもクズとしか言いようのない酒粕はさ、やっぱ一回り以上年下の JK にお熱になってるという一点を除けば店長はまともなんだな。アラサーで自分の箱持って経営できてるのって相当いろいろなスキルがある証拠だしな。その一点も致命傷にならないところでギリギリ踏みとどまってるから盗撮がどの程度かわからんけど。ヒロイ最悪のタイミングで来やがった。ヒロイが家賃と税金が払えているだと。酒粕、お前ちゃんと税金払えたんだな。きっと食費を削ったんやろな。でわずかな残金で酒を買ったと。にじかちゃんが山田を山田呼びするってかなり珍しくね。というか過去にあったっけ。ちょいちょいあるぞ。山田がふざけて怒るときはいつも山田だよ。にじかちゃんが塩を片手にプレゼン始めてて、草一体受験生にどんだけ手間かけさせるんや北ちゃん。いやまあにじかちゃんが自主的にやったんだろうけどさ。にじかちゃん受験勉強と練習しながらプレゼン資料まで作ったのか。結成当初のあのふわふわな計画を語ってたにじかちゃんがこんなにもしっかりしたプレゼンができるようになるなんて。ところでにじかちゃん釘バット持ってなかったか。血みどろなので最低でも一発は殴ってる。ぼっちちゃんは巻き込まれて一緒に進学しましょうってならないか、ちょっとヒヤヒヤしてたからほっとしたわ。進学するにじきたとニートの無料組に落ち着いたか。ぼっちちゃんは進学と天秤にかけて成功する可能性の高い方にかけただけだから。実際結成1年半でこれだけ集客できるなら学力的にもデビューにかけてもおかしくないな。上でも言われてるけど北ちゃんに誘われてぼっちちゃんは進学する道にはならなかったね。まあぼっちちゃんは言ったように北ちゃんにしか感じないもの、ぼっちちゃん自身しか感じないものを大切にする方向ってことか。陰キャのぼっちが陽キャの北ちゃんの道を指し示す光となっているのがいいな。浜地先生天才かよ。北ちゃんは陰陽が逆転したぼっちちゃんよね。似てるし正反対だから好対照と書かれるのもわかる。母子それぞれきちんと伝えたいこと伝えてお互いの意見を汲み取って解決という大変美しい解決編だったな。最後の山田のことさえ無視すれば何か一つでも僕を変えられたってことよね。今回よかったわ。割とガチで個人的に思ってる最高の形に収まってくれたわ。やっぱボザロはギャグは破天荒だけど抑えるところは真っ当に抑えるっていう安心感があるわ。ぼっちが普通にボディタッチしてるのに成長を感じたよ。真面目な話、処世術以外で周囲の意向をあまり組もうとしてなかった北ちゃんが家族に不安かけるのは違うでしょって気づいて進学にかじきるほどに他人を思いやれるようになったことには本当に感動してるんすよ俺。結束バンド作中でもかなり人気出るようになったんだな。なんかもう北ちゃんに対する周囲の認識が変なこと言い出さないとおかしいになってませんかこれ。不満げな顔の時の北ちゃんほんとかわいい。アルコール測定器常備してる店長面白すぎる。ああこれアルコール測定器なのか、何を差し出してるんだろうと思ってたわ。ぼっちちゃんにすら熱を疑われてるの。お腹痛いわ。一体北ちゃんを何だと思ってるんだ。何もしない方がいいのでは。とか熱はないようですとか今月のぼっちちゃんキレッキレだな。こんな攻撃力の高いぼっちちゃんは久々に見たかもしれない。ぼっちが結構まともになってきてるのに対し全くブレない山田はさすが。皆さんはボザロ最新話を読んでどう思いましたか。ぜひコメント欄で意見を聞かせてください。チャンネル登録もしていただけると励みになります。